先輩です。ノクタン。ジェイコだよ、ノクタン。は。私はただ、後ろの宝が欲しいだけなのに。金は塗り目でした。早くない？自分でもびっくりです。もう一度挑戦。ぬるっと通り抜けました。モノミクルンキング。今使ってるわね。八つ当たりです。ムーンウォークでの圧迫は怖いわね。助けてー。逃げ場がない。あ、抜けれた。全力で、逃げろー。という感じで、ここまで来ましたよ。もう回復はないのね。ダークシールド。これは嬉しい。構えながら攻撃できるのよね。本作でもできますよね。おそらくね。さあ、スルーチャレンジのお時間です。普通に倒してもいいのよ。却下です。よし、できた。ただいま犠牲を払ってるけどね。こことか、やっぱり。もうちょっと欲しかった。お、まだいけそう。あれ？ここまでか。ここは、ないか。このまま行くしかないようね。とりあえず突撃です。さあ来い、我が息子よ。特攻と言った方が良さそうね。後ろ安定です。うお、何それ。すごい攻撃だね。これは知ってますね。こんなに出さないけどね。強化されてますね。うお、あ、上下上下なんだ。しゃがみ、ジャンプ、しゃがみ、ジャンプ。避けるのは難しくなさそうだね。ありがたい攻撃です。端に出られると後ろに行けません。うお、怖い。よし、この位置はいい。ヘルファイアだったのかな。やっぱりそうか。逃げ道を塞がれると厄介ね。よし来た。お、この姿は動きが速い。ダークメタモルフォーゼ。え、なんでそれ使ったの。間違えました。さらに呪われてるし。私も知っている攻撃をしてきません。え、うお、第一章のボスのやつだね。こんなこともやるのか。は、早い。回復がないんだからね。重々承知してます。この距離はやばい。当たらなかった。ジャンプに弱いわね。またこれか。端でジャンプすれば良さそうです。これはファイナルガードと一緒。うお。下を抜けようとすると当たるわね。無理に下を抜けない方が良さそうです。だんだんパターンが読めてきました。
これは嫌。ちょっと。また終わった。早くも。あれ？我が暗黒の姿を見るんだ。おお、月下の最終形態。よし、引かぬな。攻撃も一緒。懐に入りたい？けど。怖いわね。何これ？予告線が出てたじゃない？前も言いましたが、モニター。見えないのかよ。何この攻撃？先が見えないわね。私の本気を見せましょう。何よいきなり。まあ見てください。マサムネじゃない？どうですか、威力も一番高いですよ。どうしたの？第五章のデスを倒しまくったんです。ダジャレは置いといて、それからボスを倒した後の豪華な宝箱から手に入れました。結構戦ったのね。はい、頑張りました。そして気づいた人もいると思いますが、テトラスピリットです。新しい魔法も覚えたのね。早速装備してますよ。防具はこんな感じ。ムーンウォーカーとサンストーンが特筆すべき点でしょうか。さあ、ここまで頑張ったんだ。今度こそいけそうかもね。いきますよ。これもんですよ。かっこいいでしょう。たまらないですね。ただ、歩きながらの攻撃はできません。十分だよ。よし、道の再確認 OK。 レトロヤンキー先輩チーズ。え、インドラの雷剣。思わぬ収穫だね。早速装備してみたい。楽しみね。攻撃力順に並んでるはず。ってことは、あった。弱。なんで？何かからくりがあるのかしら。とりあえず見てみます。おお、かっこいい。剣の必殺技も使えるんですね。判定が少し残ってる感じかな。複数ヒットすれば、低い攻撃力も納得です。でも、私はマサムネを使いますけどね。仕方ないわね。こんな時にダークシールドが活躍します。活躍してないじゃない。今構えてなかったら危なかったんです。いやーよかった、構えてて。無理やり当たりに行ってない。お、これも必殺技が出せますね。連続斬りかしら。メイトのフェイント。あざ笑うかのようだね。こいつ嫌いです。もう、さあ、最初の出番ですよ。後ろからでも攻撃してくるね。さすが対象です。え、装備引き札。マジか。やった、嬉しい。震えてる。ダークインフェルノ。あ、そうか、装備しないと出せないんだ。邪魔だー。早く装備したい。止めてください。うまくいけない。こんなところで、ここにです。
あれ、後ろからは無理なんじゃない？そんな、助けて。あれ、倒した。 HP は少ないのね。ということで本まで戻りました。もちろんソウルスチールを装備するためです。あと回復も、せっかくなので X ポーションを使います。おいしい。ここまで来たら、もうこんな HP です。下手くそすぎるよ。隠し肉を探してます。なかなかないですね。そこにピザがあるもん。まあそうですね。え、あれ、あった。こんなところに。まさか後ろに隠されてたとは。せっかく回復したから温存したい。うん、うまくいった。あとはこいつだけ。いて、下からでも攻撃するのね。全方位対応型です。ないか。ここはスルーが難しい。いや、倒してもいいのよ。そういえばソウルスチールがあった。ナイスミッチ。これはダメージ量に比例してるのかな。ソウルスチール、与えるダメージも1だもんね。こいつでは検証できませんね。こんなところでピンチだよ。回復した効果がないです。終わった。何やってるのよ。でもここにも肉があるんです。これだけか。他にはないのか。何度やっても無駄だよ。諦めきれません。お決まりの。ここは前もやってたよ。この体力でいくしかないのか。ええー、さあ来い我が息子よ。回復は X ポーションを持ってきました。つまり1回しか使えません。1回のみの全回復か。60しか回復しないけど3回使えるハイポーションと、どっちが有効なのかしらね。もしかしたらハイポーションの方が良かったのかもしれません。一撃のダメージが大きいですからね。あ、炎が多い。まさ胸は上げやすいです。範囲が広いからね。よし、第一段階は問題ないです。警戒しながら。ソウルスチール、ダメージ3でも回復は1か。ダメージが30くらいあればどうなんだろう。試してみたいですよね。紙一重。ジャンプに気をつければ大丈夫そうです。これも対象で慣れてます。え、何今の。ジャンプしようとしたら倒したからよ。頭をぶつけたミノタウロスを思い出します。さあ、この姿が問題です。手には当たりませんね。これは大丈夫。いて、
使いますか。早くも。そして大ダメージ。デモニックメギド。一番強烈そうだね。あれだけは食らってはいけなさそうです。これも食らってはいけないよ。やばい。あ。お渡し来たね。またこれ。もう？無理っぽいね。今回はこれで終わりにします。落ち込んでる。次回はなんとか倒したい。ノクターン。切ないわね。ノクターン。